はい、皆さんおはようございます。どうもし。あのお気づけしたのを覚えてます、はい、まずアオリカを釣ってお気づけして食すという動画がありまして、でこの間ですねプロの料理人から連絡が来まして、おいと、なんでうちに持ってこねえのか、来てねえぞと、いうお話だったんで聞いております。なんで、はい、再度アキイカを釣ってお気づけを作っていくと、勝手にタタタンタタ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 タ、はい、行こう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 、おる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 よ、わあ触ったな、見よる見よる、マークのエギ見よるばい、多分来てる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 、あー抱きそうやけどな、つい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 きたー、来ましたー、よしよし、ナイスナイス、アキイカサイズアキイカサイズです、あーアキイカサイズですね、素晴らしいですね、頭数は頭数、これはいつものやつ、はい、見てください、今こうチューガーに入ってる状態です、入れちゃいます、よしよしよし、使ってますね今、はい、ポイント移動してきました。ゆうすけ、はい、来ました。今日ご飯なんだったんですか。かま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 かな。ご飯を食べると調子が上がるんですよ。上がるんですよ。調子が上がるんです。上がるみたいな。はい。釣るよ。アブルマサ持ってきたよ。今のところですね。はい、まだ一杯しか釣れてないです。おお、はい。役にいいっすよね。ああ、なるほど。やりがいが、やりがいが、やりがいが。ああ、なるほどなるほど。まあ午後のと頑張って、頑張ります。勝手に登って。走ってきました。釣れましたね。どんな感じですか。もうボトムだったしね。あ、ボトム。エギは何ですか。エギ、キャストプラスです、ね。キャストプラスですね。はい。3.5。おしゃれな色。はい。つけましょう。つけまして焼いたい。よし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 。よし。あれ。あれ。調子が上がるんですよ。釣るよ。役にいいっすよね。ああ、なるほど。やりがいが。やりがいが。やりがいが。またっすか。ありがとうございます。うわ、素晴らしいっすね。どんな感じで。どんな感じか忘れちゃいましたね。変なこと考えてたから。行きましょうね。ゆっくり行きますね。いいサイズですね。持ってたんですね、進化を。はい。3g。はい。おお。釣りましたね。素晴らしすぎですよ。あざます。全部今回ですよ、お話の通り前回ですね、はい、ゆうすけが料理してくれたんですけど、はいはいはい、ちょっとプロはどうなのかと、うん、お店こちら長崎のね浜口町にある木陰っていう居酒屋さんなんですけど、作っていただけるということなんで早速お願いします。行ってきます。お店の中に潜入しました。行ってきましたよ。店長がやってます。こちら、まあ、勝手にクッキングっていうことで、はい、まあ、僕らはちょっとメニューを聞かされてない状態なんで、はい、全く聞いてません。楽しみですね。任せてください。同定式をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。勝手に勝手に、いい色です。なんかでもちょっとしぼむよね。あれ使ってる一応漁師のマーク。今じいちゃん曰く漁師の人たちは短期間沖に漁に行って痩せかけ醤油とか生姜だけ持ってって、うん、沖でだから沖漬けっていうことですね。そうそう、あ、今ね分解されたところですね。めっちゃ使った。やばい。これ今これどこの部分ですか。肝です。肝。あ、肝か。これ肝っす。はい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 。うわぁ、注いでいく。これで下ごしらえが完了したと。まずはいうことですね。手取り刻みにんにくとオリーブオイル。あ、肝ね。アンチョウ、ほうれん草。ほうれん草、これが1品目の。そうっす。やばい、分からんない、全然分からん。肝料理。肝料理、分かりますかね、皆さん。
アンチョビと肝。肝。あるんですね。ニンニクだけ取っちゃう。アンチョビと肝を焼いたやつを焼く。すぐ。すぐ。ほうれん草。やばい、うまい。もううまい。入った品目。おー。最後のやつ、最初のやつを。はい。はい、一品目完成です。うまそうね、マジで。美味しそうよ。ちょっとソーシャルディスタンス外させていただきます。見ましょうね。はい。ちょっと、パイザーやから、それ。いらないんですか、これ。いや、いらない。うわぁ、うまっ。調味料出てないですから。めちゃくちゃ味する。え、これ料理名なんていうんですか。鹿の肝と、アンチョビをあえて、ほうれん草で炒めたよ。これは何ですか。明太。明太さん。湯がいたオクラを氷水に落として締めたやつ。ほうほうほう。なんすかそれ。これじゃがいもですね。じゃがちゃん一回湯がいて潰したやつなんですけど、じゃがいもに塩コショウとブラックペッパー、粗挽きをかけたやつ。家庭でする場合だったらもうじゃがいも1本も半分にしてここに置いて、うん、もうラップしてレンジでチン。家でもできるっていいよね。すごくいいです。今のところイカ登場してないですけどね。まだまだ、不安でたまりませんけど僕。イカ使わないんじゃないか。使わないんじゃないかっていう。おお。あ、ここでイカ登場です。うわー、うまそう。シャパッとだけしよう。ここで？ここで？あ、上からかけてもいい。あ、はははは。うわー。うわ、香ばしい匂いがするね。香ばしい匂いがする、うん、感じで。いいですね。うまっ。うまっ。めちゃくちゃうまかった。ちょっとレポートの方。僕、あなたしか食べてないんで。あの、沖漬けのちゃんとイカの味も噛んだら、ちゃんとあのカツオの感じと、なんだろう、ポテトの感じもあって、マヨネーズの感じもあって、洋風なんだけど、ちゃんと噛んだらカツオで和風みたいな。これ料理名なんですか。イカ明太マヨジャガ。続いて3品目ですよね。アルミの上にこれなんかオリーブオイル。あ、オリーブオイル。ニンニクの芽。おお。ニンニク。粗挽き。粗挽き。はい、終わり。今どのぐらい？5分ぐらいかな。うわ、バリうまそう。はい。うわー、絶対うまい。やばいね。いきます。はい。熱いしか言ってないですよ今のところ。挟んでいきましょう、挟んでいきましょう。悶絶しております。あ、うまい。なんか要は最後やっぱりイカが残るから、なるほど、最後はでこっちゃちゃんと締めてくる。あ、はあはあはあ。なんてん。よいよー。おっと、これは何ですか。炭火炙りですね。今日のメイン。メイン、炭が入ってるってこと。あ、ほんとだ。はい、イカの切り身ですね、お気づけの。あー、陳列しております。セクシーです。ね、確かに。あ、いい匂い。屋台感。うわ、すっごい、やばいやばい、匂いがやばい。普段こういう感じで地鶏も焼いていくっていう、炭火で。そう、地鶏もうまかったよね、ここのね。わー、炭の匂いほんとする。すごい。これはでもあれやね、家庭ではちょっとね、炭火やけんね。美味しい、絶対美味しいよ。やばいね。美味しいんだよこれ。ね。一味マヨですね。炭火か、半端なかけ。うわ、うまっ、うまっ。炭火の感じとお火付けのカツオの感じの相性も抜群。おお。最後に、締めをお茶漬けと漁師飯。
漁師飯、これも水ね、水、水、はい、その白だしと日本酒、覚えてる、まあ白だし入りましたね。この辺の配分は各々好みで、うん、ほうほうほう、どっちも大葉を、あ、お気づけですね。こっちだけネギ、はい、で、あとは醤油、はい、こいつ醤油、あーうまそう、もうやばい、あ、お好みでわさび、わさび、はいはいはい、薄くかけます、あ、香りがいい、すごいセクシー、少しごま、あ、これが、漁師飯、昔ながらのお気づけ飯です。これうちのじいちゃんがこういうのを食べてたんで、あ、はいはいはい、はい、でこちらがお茶漬けですね、お茶漬けです、ね、です、お気づけのお茶漬け、はい、うわーうまそう、マジうまそう、これあったかいうちにね、はい、あ、汁うまっ、ただあの、うまっ、お気づけのあれが溶けてるんですよね、うん、汁の中にちゃんとお気づけの味がめっちゃ出るっすね、これ見てください、これあーめちゃくちゃ好きなんですよ、このタコは、見てくださいこの色、デュエルのロゴの黄色ぐらいあるめっちゃ黄色いや、で、こっちは僕行きますよ、え、卵、黄身割りますよ、うわー、行きますよ、ほらー、ほわー行かせていただきます、どうぞ、ちゃんとすっきりした、そう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 、うまい、これ漁師飯って、もう漁師さんこれ食べちゃダメっすよ、セレブが食べるやつ、カノオ姉妹が食べるやつ、ね、ミカさんのやつ、ごちそうさまでした、お疲れ様でした。めちゃくちゃ美味しかったっすね。めちゃめちゃ美味しかったっすね。あのお気づけでレパートリーがこんなに出るのかと。全部で何品、6品、6。ここでね、なんと今日食べた、はい、一番最初に出たイカの肝とアンチョビとほうれん草、あれ、ここ木陰のメインメニューです。決定、決定です。ってことはここに来たらあれ食べられる、食べるんです。メニューにしちゃうんですか？しちゃいます。やばい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 。メニュー表にはないんで、黒板の方があるんで、黒板のメニュー見てもらえれば、リルレっていう名前が出てるんで、メニュー名はちょっと楽しみにしておいてください。多分面白いのつけるんで、はい、ぜひね、皆さん食してみてください。店舗の詳細は概要欄の方に記載してるんで、それぜひチェックしてください。お願いします。動画を見て面白いなと思った方は、チャンネル登録と高評価とベルマークの通知をお願いします。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。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 バイ